はい、ということでね、お箸 EB しております。お箸 EB です。いや寒いっすね。寒いのでね、あまりにも寒いのでね、とあのいい加減ちょっと山の方は凍結してると思うんで、ちょっとしばらくね、あんまりちょっと山の方は恐ろしいんで、行くとしても国道沿いだけとか、になるかなっていうところと、あとはねやっぱ海沿いとかの方がねと安全かなっていうところで、はい、まあ、どうせ海行ってもね今の季節人いないんで、いいかなっていうところで、逆にねやっぱ夏とか行っちゃうと海なんてさやっぱ人多いんで、なかなか行ってもこうあんま面白くないかなって、あ、いやまあ面白い人にとっては面白いんだろうけど、あのすいませんね、自分的にはねやっぱ人がいないところの方がいいと思ってるんで、もう平日ねどうしても営業職なんでね、こう人間と会話をするというのが仕事だもんですから、そうもうね休日ぐらい誰とも会いたくないんですよね本当に、なのでねちょっと人気のない海とかをね見られればいいかななんて思いつつ、走っております。あ、てか、おすごい、あのマクドナルドのバイク、あれ EV のやつですよ、すごい、もう電動バイクが走ってる、すげえ。まあそれはどうでもいいんだけど、これ、ね、前ちょっとさなげ温泉の動画を出したんですけれども、やっぱねあれやって思ったのはね、冬はあんま遠出するとやっぱしんどいっていう、やっぱ言うてバイクはね冬過酷ですよね人間にとっては。なのでできるだけこうあったかい時間に出て日が出てるうちに帰ってくる、あんまりこう苦行みたいな早朝とか深夜にね走るようなことはね控えた方がいいと思うんで、なので、ね、今日ね私が向かってる先も海辺でねちょっとこう写真が撮れればいいかななんて思ってる程度のもんで、ちょろちょろっと写真撮ったらもうススッとこうさささっと帰って、行こうと思います。はい、まあでも逆に言えばね、こう短時間だったら耐えられるん でちゃんと防寒をねしてくれば、こうコミネのね防寒なんだこれ、冬用のやつ、オールシーズンじゃなくてね完全に真冬のウィンター用のジャケットですから無敵です。もうこのジャケットやっぱねいいですよ。以前にね私前の白い方の CB に乗ってる時に色を合わせようと思って白買ったんですけど、ちょっと黒いバージョンも欲しくなってきましたね。これがあればねもうマイナス5度の中走れますし、雨と雪とあられ、あ、全部来ても耐えられますから。この CB1100 が高速道路走ってんのに、油温が70度とかまで下がりましたけど、それでもね、なんとかね、耐えるっていうか、まああれは、まあ中まで水は来てましたけど、体はびっちゃびちゃでしたけどね。でも風は防いでくれてたんで、冷たい水にこう濡れてはいたけど、風は防げるっていうところで、それによってだいぶ耐えられたっていうのはありますね。コミネはやっぱちょ冬のウェアとしてはもう私全面的に支持しておりますんで、はい、もう冬寒い辛いってなったらね皆さんコミネね買っていっていただければいいんじゃないかなと思います。ウィンタージャケットね、ちょっとねそれよりもねこうなんだろう、もう今日は完全にバイクする日なんでこういう格好できてますけど、なんかねどっかこう宿泊施設とかあとなんかちょっと人とね受付とかで会話するとき なんとなくちょっとこの格好若干照れるところありますよね、バイクしてて。まあなのでねできればあのホンダのね今持ってるダウンジャケットみたいなちょっとこうバイク降りてもね、普通の徒歩であれ着ててもまあそんな違和感ないようなああいうデザインのやつとかがねちょっと一個欲しいなと思ってるんで探して回ってますね。でも同じのがもうないんだよな、あれデザインすごい気に入ってるんですけど、悲しい B でございます。まあいいんですよそんなことはまあやっぱねこう寒い日は前の動画でも言いましたけど、やっぱね、できるだけ短距離でねあんま普段行かないような、どっか行こうってなった時にこう通り過ぎちゃうようなところとかをね行ってみるといいんじゃないかなという感じで、私もねちょっと今日は近場で済まそうと思っております。はい、このバイク欲をね、満たしていきたい、そう思っております。すごいね、本当になんか全然バイクを見かけないね、もう車しかこの地域は走ってないのかっていうぐらいバイクいないね、まあ、寒いもんな多分今8度か9度ぐらい最高気温のはずなんだけど、朝とか普通に寒いもんな。窓の近くでちょっと寝てるともう本当にカーテン越しにもこう冷気がバンバン入ってきて死にそうに寒いもんね。こんな時期にねやっぱねキャンプとか行かなくてよかったな、本当に何度でも言いますよ、マジでキャンプ行かなくてよかった本当に風邪ひいちゃうよ。あ、でもねもうちょい暖かくなったら多分2月とか3月かな、2月末から3月ぐらいだったら暖かくなってくると思うんで、その頃にはねちょっとキャンプも復活したいなというふうに思ってますんで、またねちょっとキャンプ動画が撮れる日を楽しみにしております。しばらくはちょっときついよなこれは、ちょっと死んじゃうねこの寒さで言ったらちょっと投資しかねない
投資してニュースになってねバズるっていうのもねあんまりよろしくないかなっていうところで、そんなわけでねちょっとしばらくお預けですけども、またちょっとこのバイクでねキャンプ行きたいなと思ってます。ちょっと以前にね、実はこう、ね、何月だっけな、あれ、11月頭にね、一回友人たちと、バイク仲間とね、行ったんですよね。そう、キャンプは。だけど、ちょっとね、動画にするとね、あんまりよろしくない人たちなんで、そう、反社会とかじゃないですよ、全然。むしろ逆で、非常にね、国家に尽くされてる方々なんですけれども、ちょっとね、そう、なんだけどね、いろいろ不謹慎な話とかをこう、通話をつなぎながらやっちゃうんで、これはちょっと動画にできねえなっていうのが、もう事前に分かってたんで、動画に全くしてないんですけど、最高でしたね。友人たちとね、年に1回だけ、どっかのタイミングでやっぱ、キャンプはしようって言ってて、毎年行ってたんですけどもね、大体毎年かな。やっぱコロナでどうしても行けなかったっていうのがあったんで、最近行けてなかったんですけど、久々に行って面白かったですね。まあ、気心知れたね、人たちと行くのもいいんですけども、全くね、こう、一人でね、孤独に過ごすっていう、ちょっとね、久々にやりたいな、欲がね、バイク欲&キャンプ欲がね、今出てきてるんで、ぜひやりたいなと、それもね、動画にしていきたいな、というふうに思ってます。はい。お、寒い。寒いけど、やっぱ冬用のジャケットはいいね。かなりやっぱりマシですね。もうだいぶダウンが抜けちゃったダウンジャケットよりは、はるかに快適、素晴らしい。この辺のね、製鉄所とかもなんかこう、行けるところまで近づいてちょっと見学とかしたいですけどもね。お、すごい、タンデムが。いいなぁ。まあ、そういうのはちょっと目もくれずにね、先の方の海沿いのね、スポットに向かっております。うん。お、すごい。工場群、製鉄所ですかね、これ。煙もっくもくってことは工場動いてんだ。すごいね。まあね、こんな、もう自分なんかもうお正月休みに入っちゃってますけど、仕事も収まってね、やってますけども。だけど、こんな日もね、やっぱり働いてくださる方がいるおかげで、この日本っていうのはね、回ってるというところなんでね。感謝ですね、本当に。まあ、それはいいんですけど、お、もうそろそろ目的地ですね。まぶしい。もう夕方に出てきたようなもんだから、なかなか西日がきついっすね。いいね。こういう広い道独占状態ってなんかいいですね。ちょっと西日だからカメラにどう映ってたかちょっとわかんないですけどもね。おー、来た来た来た。ふぅー、いいね。これよ。これこれ。いやー、いいっすね。家出てから何分ぐらいだろう ?40 分ぐらいかな。それでこんなとこまで来れるんだから。いいよね。名古屋、いいよなぁ。ほんと。おい。あ、なんか今、あれだね。通行止めの区間の表示があったけど、全然見えなかった。まあ、この辺にね、止めて、浜辺を歩くのも悪くはないのですが、ここでね、橋を渡っていくっていうのはね、いいんですよ。一応シンクロもう一回やっておきますね。どうでもいいけど、風力発電ね、止まってるけど、これ、いいのかね。全然発電してなさそうだけど。いやー、この橋好きなんですよね。この橋、いいっすよ。雰囲気がね、こう、こうね、ゴリ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 ってこう上がりつつ、ああ、このオーシャンビュー。これ良くないですかね。結構私、これ好きなんですよね。というわけで、あ、ここ夜間通行禁止なんだ。じゃあね、夜間になる前に近場のいい感じの写真スポットをね、堪能していこうと思っております。あー、ヤシの木がもうだいぶ枯れてるね。冬感がやっぱありますね。冬感が。じゃあ、あのヤシの木のところに近づいて、ちょっとねコーヒーでも飲んで一服して帰りましょう。今日はね、ほんとそういう感じの近場ツーリングでございますんで、はい、よいしょ、一回写真撮ろう。おい。ふぅ。